A.B. マルクス・フリードリヒ・ハインリヒ・アドルフ・ベルンハルト。マルクスはドイツの作曲家、音楽理論家、音楽評論家。無神論者のユダヤ人医師を父親に、ハレ・アンデ・アザーレに生まれ、ザムエル・モーゼスと名付けられたが、1819年に洗礼を受けて改修した際に解明した。当初はハレで法学を学ぶが、カール・レーベと一緒に作曲法も習った。 1821年にベルリンに行き、1825年にアドルフ・マルティン・シュレイジンガーと契約して帰還し、ベルリン音楽放置新聞の編集を任される。マルクスの知的な批評は、とりわけベートーベンの賞賛を受けたが、カール・セルターらベルリン楽団の主流派をしきりに上げつらうものでもあった。マルクスは、 フェリックス・メンデルス・ゾーンの家族と親密になり、メンデルス・ゾーンは音楽表現の質に関するマルクスの考え方に大きく影響を受けている。メンデルス・ゾーンが序曲、真夏の世の夢を改訂する際に、マルクスの影響を受けたことは、二人の共通の友人だったエドゥアルト・デ・フリントが回想録に書き残している。メンデルス・ゾーンがヨハン・ゼバスティアン・バッハの マタイジュ南極を1829年に復活させると、マルクスはシュレイジンガーに同作品を交換するように解き伏せたため、初めてバッハの傑作が研究者に手に入れられるようになった。だが、メンデルスゾーンが年を重ねるにつれて、マルクスとの間に溝が生じた。ある時二人は、それぞれが作ったオラトリオ用の台本を持ち寄って、互いに、 相手の台本に曲付けすることに同意した。メンデルスゾーンはモーゼを、マルクスはパウロを題材に台本を作成した。しかしながらメンデルスゾーンは、パウロの台本に大幅に手を入れ、しかも1841年に、マルクスが、モーゼをライプツヒで上演してくれるように、メンデルスゾーンに頼んだところ、メンデルスゾーンは作品の水準の低さを理由にして断った。激高したマルクスは、 その後すぐにメンデルスゾーンと熱心に取り交わした手紙を川に投げ入れそのままなかったものとした。結局、モーゼは1853年にフランツリストによってバイマルで上演された。1830年にメンデルスゾーンの推挙によってベルリン大学の音楽教授という新たな役職に就任し、その頃から没するまで文筆家や教師として主だった影響力を発揮した。 1850年にはベルリンシュテルン音楽院の共同設立者になお連ねている。四巻からなる作曲教、のりもと、楽曲構成論は19世紀で最も影響力ある学天の一つであった。同書は音楽教育に対する新たな取り組みを論証し、当時用いられていた音楽形式の論理的に秩序立った体系を示して、そなた形式で締めくくった。 マルクスはベートーベンのピアノ・ソナタを反例として、ソナタ形式を論じている。最晩年までにベートーベンの伝記も完成させている。同時代の音楽についても積極的に書き記し、2巻の自助伝も出版した。ありがとうございます。